お前は間違いない、狐男だ。追いかけよう。あの狐男、狙いはやっぱりアリーシャだろうね。騒ぎになったから一旦引いたのか。それにしてもなんて逃足の速さだ。ワンコがまだ追ってる。絶対逃がさない。よかった、無事だ。どうやら追い詰めたようだ。行くよ、準備はできたよ。お前の好きにはさせないぞ、キツネ。あくまで邪魔するってか。なんだって前より強いんだよ。伊豆市ではジージの加護領域がこいつを弱体化させていたのかもしれない。メリコゲになって後悔しな。さあ、ミグリオ、今回はしっかり殺すぜ。雑魚のくせに俺の邪魔しやがったんだからね。トリオ、違うんだトリオ、これは黙れ。お前たちは一体。三度は言わない、黙れ。ルナール、掟を忘れたか。次はない。いいな、行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違いだった。もう我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも矜持がある。振り向くな。
姫は何かと敵の多い身、暗殺も姫の排除を狙った手段の一つに過ぎない。我らへの詮索などに割く猶予はないぞ。姫が気がかりなら聖剣の祭壇に急ぐんだな。なんでそんなことを教えるんだ。教授と言ったろ。一応お礼は言った方がいいのかな。ミクリオ大丈夫か。ああ、一体何が。助けられたらしい、暗殺組織に。どういうこと。アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。キツネ男はそいつらに連れて行かれた。それよりアリーシャに別の危険が迫ってるみたい。みたいみたいって。しょうがないだろう。とにかく聖剣の祭壇に急がなきゃ。